しい。大丈夫か？今度はびっくりしたカウントーマスになったぞ。よし、まだまだこれからだ。わあ、今度は流線形トーマスになった。ふうふうふう、タシが今日は探し物をしているよ。みんなは知ってるかい？書道塔のどこかに金色に輝くピッカピカの機関車がいるんだ。もしかしたらここにいるかもしれないぞ。もしもし、誰かいるのかい？わあ、なんだなんだ。アンパンマン、ジャムおじさん、ドキンちゃん、今度はバタコさんだ。タシか、びっくりした。アンパンマン、驚かしてごめんよ。じゃあね。あ、お次は踏切があるぞ。ここにもいろんな機関車が通るから見てみよう。あれあれ、あの赤い乗り物は？レッツライド、ウィルソンだ。今度は今度は踏切踏切、イエスイエスイエス、ドクターゲロだ。とっても速いぞ。反対からはカラフルな機関車がやってきたぞ。ペンキで汚れたトーマスだ。あ、またまたやってきた。今度はユクインの森だ。ガタンゴトン、ガタンゴトン。あ、この電車を見たことあるぞ。この電車はスーパー青空だ。わお、とっても迫力あるぞ。いやっふー、ウリンもやってきた。いろんな機関車がやってくるけど、どうやらここにはピカピカの機関車は来ないみたいだ。よし、踏切が開いたから僕たちも渡るぞ。ゴミ収集車もパトカーも行ってらっしゃい。よし、僕も違うところを探しに行くぞ。それ、今度はどこに行こうかな。ん？いや、君はマックじゃないか。優しい、どうしたんだ、こんなところまで来て。ねえねえ、マックは書道塔にいるピカピカの機関車って知ってるかい？ピカピカの機関車はわからないけど、僕の中にもたくさんの機関車がいるよ。今日はたくさんのカプセルプラレールを運んでいたんだ。よし、パーシーとみんなには特別に見せてあげるよ。わあ、たくさんのプラレールが入ってるぞ。一つ一つ見ていこう。リーゼルテン、ブリキのトーマス、スワーロイ、フランキー、ピーターファム、ラッキー、来たら僕だ。エミリー、サンパー。たくさん機関車がいるけど、やっぱりたくさん機関車はいないな。これは残念だったな。いやー、フランキー、ピカピカの機関車を見なかったかい？私はわからないな。いやー、パーシー、どうしたんだい、困った顔して。ハロルドはピカピカの機関車を書道塔で見たことがあるかい？そんなの聞いたことないよ。やっぱりダメか。金色の機関車なんて僕には見つけることができないよ。もう機関庫に帰ろうかな。あ、マジ、こんなところにいたのか。トーマス、どこに行ってたのか探したぞ。ごめんトーマス、ピカピカの機関車は見つからないし、今日はもう疲れたよ。よし、それじゃあマジ、いい場所があるからついてきて。わあ、小さなトンネルだ。ところでトーマス、どこまで行くんだ。もうちょっとで着くぞ。よし、着いたぞパーシー。ここは洗車場じゃないか。そうさパーシー、嫌なことがあっても洗車場で体をきれいにしたらすっきりするぞ。よし、それじゃあパーシーから。わあ、そのとの不思議な洗車場ではゴシ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 洗っていくと顔や体も変わっていくんだ。わあ、僕もいろんな顔や体になっていくぞ。ひえー、とっても小さくなっちゃったぞ。わあ、今度はディーゼル系になっちゃった。とっても不細工だ。はっはっ、やっと元に戻ったよ。ディーゼル系にならなくて本当によかった。マジ、とっても綺麗になったぞ。今度はトーマスだ。よし、僕もゴシ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 洗っていくぞ。わあ、トーマスの体も変わってきたぞ。今度はびっくりしたカウントーマスになったぞ。よし、まだまだこれからだ。わあ、今度は流線形トーマスになった。それ。お次はお次はトーマスがピカピカになったぞ。とってもスッキリだ。トーマスの体、金色に輝いてとってもかっこいいぞ。ん？待てよ、書道塔にいる金色のピカピカの機関車ってもしかしてトーマスだったのか。
まさかパーシーが探したピカピカの機関車ってトーマスだったのか。やっと見つけたぞ。やったー。よーし、パーシー、ピカピカの機関車を見つけれたし、トーマスと一緒に帰るぞ。よーし、行くぞ。イヤッホー。ん？なんだなんだ？とっても大きなネズミがいるぞ。わー、なんだなんだ。いやー、ひぇー、パーシーもトーマスもこけちゃったぞ。大丈夫なのか。うえー、ドロドロだ。パーシー、大丈夫か。わー、せっかくさっき綺麗にしたばっかりなのに。Thank you.